you look at that? I said, my friend, what you looking at? I think she is something for me. Excuse me, miss, it's my first time here. Maybe you could show me out of here. I think she got something in thee. So please forgive my rudeness if I'm tripping over your time. But you look so amazing. And we saying, hey, girl, will you marry me? Two kids in a house and live happily. I think we are so meant to be. But she says, wait, you forgot something. Every good thing comes to an end. At least it always happened to me. I'm telling you this now. You don't need to worry, 'cause I got this all down. And we'll get on together. And we ディズニーハーモニーカラーを見終わりました。この後はモバイルオーダーを利用してランチタイムにしたいと思います。レストランはどこも混雑しているので、モバイルオーダーを使わないと食べるのは結構大変かと思います。今回は一人でパレードを待っている状況なので、キャストさんに声をかけてモバイルオーダーを取りに行きます。今回やってきたのは鑑賞場所からも近いレストラン、キャプテンフックスギャレー。待ち時間はなんと60から75分になっていました。キャプテンフックスギャレーに来てみると、初めて見るものを見つけました。それがこちらのリサイクル。東京ディズニーリゾートでは過去にもいろいろな容器のリサイクルが行われていましたが、こちらは料理などを運ぶ時の紙のトレー、こちらが新しくリニューアルされリサイクルの対象となりました。トラッシュ缶の上にこのようにリサイクルのボックスがあるので、食べ終わった後こちらに戻すような形になっていました。モバイルオーダーのカウンターの前には順番を待つ方がかなりの人数いました。そして通常のカウンターの方を見てみると、かなり長い列ができています。少しこの列をたどってみたいと思います。列はかなり伸び、お店の前を通り過ぎて、その先は果てしなく続いていました。テラス席の状況を見てみても満席状態です。
空席ができるのを待つよりも他で食べる場所を探した方が早そうな勢いです。モバイルオーダーは全部で7組待ちでした。7組待ちが全部終了するまでにかかった時間は約5分、1組1分未満のペースで進んでいきました。フックスギャレーで注文したのがこちら、シーフードピザソフトドリンクセット880円です。レギュラーメニューのシーフードピザ、ソフトドリンクのセットで880円という安さが魅力の一つかと思います。いろいろなメニュー少しずつ値上げが続いている中、セットで1000円を切るメニューというのは東京ディズニーリゾートの中でも少ない方なのかなと思います。トマトソースがベースになっているこちらのピザはエビ、イカ、パプリカ、オリーブなど様々な素材が乗っていて、レギュラーメニューが2つあるキャプテンフックスギャレーですが、私は決まってこちらのシーフードピザを注文してます。すごくシンプルなピザですけどすごく美味しくて定期的に食べたくなってしまうメニューの一つです。ピザのサイズは大きめのワンカットなのですが、生地はすごく薄いのでこれ一つでお腹いっぱいになるかといったらちょっと物足りなさは残るかもしれません。今回は注文しませんでしたが、キャプテンフックスギャレーではベイクドチーズポテトというメニューがあって、こちらがものすごくおすすめのメニューなのでピザと合わせて注文するのもおすすめです。安定の美味しさでリーズナブルなメニューを食べることができるキャプテンフックスギャレ、人気なのも納得です。それでは鑑賞場所での食事を楽しみながらザ・ヴィランズ・ハロウィン・イントゥ・ダ・フレンジーまでの時間を過ごしたいと思います。時刻は1時32分になりました。ここでなんとキャストさんからのアナウンスで、立ち見鑑賞エリアの人は立って待つようにアナウンスされました。ザ・ヴィランズ・ハロウィン・イントゥ・ダ・フレンジーが始まるまであと1時間半もあります。多くの方が鑑賞エリアに来ているので後ろの通路を確保することができないため立って待つ必要があるようです。立って待つように案内があって1時間が経過しました。現在の鑑賞エリアの状況を見てみると、座り見はすでに満席、立ち見はすでに4列目までできています。パレード開始まではあと約30分、果たしてこの先どうなっていくのでしょうか。ハッピーハロウィーン、皆さんにお知らせします。あと30分でザ・ヴィランズ・ハロウィーン・イントゥ・ザ・フレンジーが始まります。ディズニー・ヴィランズがお届けする怪しくもエキサイティングなハロウィーンパーティー。ディズニーの仲間たちと一緒に踊って最高に楽しいクールでフレンジーなパーティーで盛り上がりましょう。ザ・ヴィランズ・ハロウィーン・イントゥ・ザ・フレンジーはあと30分で始まります。お楽しみに。さっきから私が欲しい難しく考えることはない。手を交互に振り出し、ダン
最高の美しさ。パッとしないではダメ、あたしのように着飾るぞ。ドミー！ 勝利者！ ビーハロウィーン！
ザ・ヴィランズ・ハロウィン・イントゥ・ザ・フレンジーを鑑賞し終えました。当初はこんなにパレードを長時間待つつもりはなかったので予定はかなり崩れてしまいましたが、良い場所からパレードを見ることができたので待って後悔はありません。それではここからパークの状況をいろいろと見ていきたいと思います。まずは本日プライオリティパスを取ることができなそうなホーンテッドマンション、待ち時間はどのくらいになっているのでしょうか。ちょっと見に行ってみたいと思います。ホーンテッドマンションの待ち時間はなんと100分を超えて110分にまでなっていました。夜になると待ち時間はすく傾向があるので夜また来てみたいと思います。本日は久しぶりにトゥモローランド方面からパークを回ってきました。ウエスタンランドまでの状況はここまで見てきましたが、まだアドベンチャーランドの状況を見れていないのでアドベンチャーランドへ向かってみたいと思います。アドベンチャーランドに向かう途中、プラザの状況を少し見てみたいと思います。プラザではこの後始まるビーチフォーザスターズの鑑賞場所の確保が始まるかなという時間帯、鑑賞エリアの状況はどうなっているのでしょうか。向かって左側カーブの内側では最前列とベンチがすでに埋まってきています。それに対して右側を見てみるとベンチにしかまだ人がいません。ビーチフォーザスターズを見るためには右側での鑑賞場所の確保になるのかなと思うのですが、この状況を見てみるとまだビーチフォーザスターズのための鑑賞場所の確保をされている方というのはあまりいないのかなといった印象です。それではアドベンチャーランドに入っていきます。まずはアドベンチャーランドのレストランの状況を見てみましょう。チャイナボイジャー、そしてボイラールームバイツ、ともに30から45分待ちとなっていました。ワールドバザールのレストランに比べると待ち時間は短めですが、それでも長めの待ち時間となっています。続いてアトラクションの状況も見てみたいと思います。
時刻は17時を過ぎ、少しずつ日が暮れてきました。先ほど30から45分待ちだったチャイナボイジャー、17時を過ぎると待ち列は先ほどよりもさらに伸び、待ち時間もどんどん伸びていきます。やはり食事のタイミング、夕食時などのピークをずらすのがポイントになってきます。それではそろそろプラザに向かってリーチフォーザースターズの鑑賞場所を確保したいと思います。果たしてどこか空いているのでしょうか。プラザに出てくると先ほどと状況はかなり変わってきています。先ほどはベンチしか確保されていなかったカーブの外側ですが、現在は最前列がほぼ埋まってきています。鑑賞場所を探してやってきたのがこちら、プラザからウエスタンランドに架かる橋の上です。こちらはフォトスポットとしても有名なポイントですが、橋の上を見てみると写真を撮っている方は多いですが、リーチフォーザスターズを待っている方はほとんどいなそうです。最前列を確保することができたので、今回はここからリーチフォーザスターズを見てみたいと思います。シンデレラ城の舞台に繰り広げるナイトメアテイクタイムイベント、リーチフォーザスターズが始まります。リーチフォーザスターズ開始の30分前になりました。30分前の状況を見てみると、なんとまだ最前列に少し空きが残っている状況でした。どんどん日が暮れ、リーチフォーザスターズの時間が近づいてきました。この角度から見るのは初めてなので、どんな感じに見えるのかものすごく楽しみなのですが、今回の動画はこの辺りでおしまいにしようと思います。この続きはまた次回の動画でお届けしますので、お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。